結婚を前に絢子さまが天皇皇后両陛下に別れの挨拶をされました。今日まで長い間深いご慈愛を持ってお導きいただきましたことを謹んで御礼申し上げます。高円宮家の三女絢子さまは皇居宮殿で朝見の儀に臨み、天皇陛下は二人で愛を育み良い家庭を築いていくよう願っていますと祝いの言葉を返されました。今後とも儀式の後、宮殿の前には宮内庁や皇宮警察の職員が集まり拍手で絢子さまを見送りました。絢子さまは29日の結婚式の後に婚姻届を提出し、皇族の身分から離れられます。